まあ理念というわけではないですけど、私はどちらかというと今考えているのは、あのお寺にですね、まあ今までは人を集めるっていうことを考えてされてたと思うんですけど、ある意味集めなくても良いんじゃないかっていうふうに思ってます。それは何でですか？それはですね、 YouTube のチャンネルでもそうなんですけど、うん、1ヶ月にだから4500時間ぐらい再生されてたら1時間の講話を45回やってるのと同じなんですよね、1時間100人を集めて。ということは、もともとお寺になぜ人を集めるかっていうと、うん、教えを広めるためですから、それは集めなくても広めれるんだったら、別に集めなくてもいいんじゃないかっていう方法もあると思うんですよね。なるほど、確かに。もう一つは私、あの年齢的なものがあるんで、まあ、今までもイベントをやってきたんですけど、あまりうまくはいってないんで、まあ、現在檀家さんからのまあ要望としては、そういうダムをきっちりやってこなしてほしいということがあるんで、そういうことをやりながら発信していくと、仏教のですね、まあそういうスタイルもあってもいいんじゃないかなと思っております。まあ、とりあえずあのいろんな人に教えを知ってほしいというか、っていう思いはあります。ですので今 YouTube やってるんですけど、インスタも力を入れてますんで、インスタに切り抜き動画をこうアップし始めてるんですよ。で今そんなに再生回数は大したことないんですけど、しばらく続けてみて、今度インスタの方でいろんな人を集めて、YouTube の方でまた法話を見ていただくというか、じゃあインスタが入り口で、そこから YouTube に引っ張ってくるという路線ですね。そういうのってどういうふうに勉強されるんですか？インスタで引っ張って YouTube に動線をこう紐付けるっていう。いや別に勉強はしてないですけど、もともと YouTube も最初宣伝のためにブログに貼り付けてましたし、インスタなんかもブログから飛ばすみたいな、だからそれを別にそんなに特別に思ってないというか、将来的にはだからインスタもうまくいったら、今度ツイッターとか実際 の、 あの例えば広告打ったりとか、そういう方法も取ってもいいとは思うんですけど、私があんまり得意ではないんで、うちのお寺はだから私20年ぐらい、まあ、やってるわけですけど、その間だからお寺にこう人を集めようとして一生懸命努力してきたんですけど、できなかったっていうのが結局組織化はできてないんですよね。これはあのお寺だけじゃなくて、実は私あの県の仏教会のそこでも委員長やってるんですけど、その組織もあの組織化が必要なんですけど、これもできてないんですよ。だからあのはっきり言ってそういうのあんまり得意じゃないと思うんですよね。ですけども一方で、まあ、あの SNS の分野は比較的明るいんで、まあ、そっちで努力していこうかなと。そうですね、あまりそういうことも考えてないですね。あのその目的があるっていうより、あの面白いからやってる。ああ、なるほど。単純に。でもそれは結構大切なことですよね。だからあのインスタに載せてみたら面白いかなとか、そういう感覚ですよね。だからあのなんか目的があって、例えばあのこれで再生回数、例えば檀家さん増やすためにって言ったら、やっぱ見てもらわなきゃいけないとかいうプレッシャーがあるんですけど、逆に言うたら面白いからやってるだけなんで、再生されなかったらあこれダメなんやなっていうだけの話ですから。でも面白いから発信するっていうのは、あの多分仏教の修行も同じだと思うんです。面白いからやるというか、だからあの朝の手法、弁門さんが来られるということで朝ちょっと手法をさせていただいたんですけど、手法とか瞑想とかそういうのも面白くなかったらやってもダメと思うんですよね。面白いって言ったらおかしいですけど、自分が心地よいっていうか、そうじゃないと、結局無理して毎日坊さんはやんなきゃいけないから手法やるとかいうもんではないと思いますよね。例えば法事とかお葬式に行くのも
同じ感覚がありますね、うん、法事はその亡くなった人のために一生懸命に拝んであげなきゃいけないっていう人がいたんですけど、私それは違うと思うんですよね、うん、まず真言宗の場合は自利ですから、自分のために一生懸命拝んでその功徳を振り向けてあげる。人のために拝むんであれば結局人のためですから、そこまで真剣になれないですよね。あ、その話、はい、私も過去にその自利と利他の話で、はいはい、話したことがあるんですけど、はい、私の考えは、はい、自利と利他に関して、はい、人のためにすることがやがて自分に戻ってくるっていうふうに私は考えてるんですよ、はい、でも、はい、有教授さんが言うのは、はい、自分のためにして、はい、その自分のためにしたことを相手に振り向けるってことですよね、はい、ちょっとその辺が私はどうなのかなと思ったんですけど、はい、ただ相手のためにするということを、はいはい、あなたのためにしてやってるんだよっていうふうにしてやってるっていうとなんかちょっとおこがましく聞こえちゃうんですけども、はいはい、あなたのためにすることは結果的に自分の満足なんだなっていうふうに私は思ってるんですよね、はいはいはい、だからなんとなく続けられるというか、はい、その人が喜んでくれることが自分のその喜びというか、はい、そういうふうに私はなんか感じてるんですけど、はい、どうですかその辺の。いや、それは多分ですね、あの話し方の違いだけだと思います。あ、いや多分同じだと思うんですよ、だからベモンさんの場合はその他人にっていうのを強調してるだけの話で、あの同じと思います。多分なるほど、リリーとリタは同じ、同じっていうかつながってる、まあ、結局一体だという、はい、そういうことですよね、はい。まあ、やっぱりお寺の経営とか運営とかっていうことを考えていった場合に、はい、長い目線で住職との関係だったりとか、はい、お寺との関係を着実に築いていかないと、はい、一時的な関係だけの方は離れていっちゃうんじゃないかな、はい、その例えばちょっと収入を上げたいからといって、はい、お金をもらうために口から出まかせみたいなことを言ったりしたとしたら、はい、多分それは一時的なものになってしまうし、はい、今後そういった方たちの関係もうまくいかなくなってしまうのかなというふうに思うんで、はい、本当に長い目線で長期にわたってっていうふうに私は考えているんですけども、はい、その辺はどう思われますか。私はですね、長期的な視点はないです。ないですかないですっていうか、今後継者がいない状態なんで、実際私も年齢的にももういい年ですから、そんなにできないと思うんですよね、そうすると長期的な視点でものを見るっていうのは、なかなか難しい部分です、ですので今お寺の YouTube チャンネルを残してるっていうのは、次に入る人がそのチャンネルがあった方が全国へも発信できるし、いろんな意味でプラスになると思って作ってるんですよね。じゃあ長期的な視点でじゃあどう運営するかっていうと、それは次の人が考えた方がいいかなっていう気はするんですよね。何歳まで引退するとかっていうわけではないですよね。別にないですけど、そんなに長くは無理ですね。いやいや、あの暑いんですよ。え、暑い。徳島が。ああ、徳島が、だから体力的に。でも考えようによっては、はい、その有教授さんのキャラクターがあって、はい、自福寺のご住職がどこかに、はい、例えば引っ越ししてというか、はい、そこでいおりみたいなのを作って発信するっていうのもいいですよね、はい、それはそういうのもありますね。ね、いや極端に言うたら今難関がもっと少ないお寺があるんで、うん、そういうお寺入ってするっていう方法もあることはありますよね。無住のお寺ってあるじゃないですか、そういうところも入ってやるっていうのもありますよね。なんか結構考えてるじゃないですか。なんかすごい。で、要するにお寺のビジョンというよりも有教授さんの自分の将来的なビジョンってことですよね。そうですね。そういうことですよね。はい、自分のことしか考えてない。いやいや、でも結果的にでもそれが他の人たちのその真言宗だったり仏教的な知識を向上させるためにつながってるわけなんで、まあそう、そうですよね。いや、まあ、そんなにあれではないですけど、ただ個人的には私あの、まあ、周りの人でもいるんですけど、結構年齢がいってもうやめた方がいいのにって後継者がいながらまだ残ってる人っていますよね。
そういうのは嫌だなと思ってるんで、もうちょっと若い時からある程度安定したあれは考えたいっていうのはあったんですよね。ある意味あれですよね、潔いですよね、はい、だってもう譲るということを大前提として考えていて、はい、そのために自分は自分で生きていく術をしっかり見つけようっていうふうに考えるっていうのは、はい、本当に経営者的視点というか、おっしゃるようにやっぱりその住職というその立場とか、はいはい、その収入だったりにしがみつく方っても結構お寺さんの中多いじゃないですか、はい、だからそういうことがないっていうのはすごくやっぱり潔いなっていうふうに思いますよね。でも私も本当にそれは同じように考えていて、はい、だから私今51になりますけど、はい、私65か、はい、まあ、もうちょっといって70前ぐらいまでには全部譲りたいなって、はい、思っていて、はい、そのためにもちろんね、はい、あの自分の生活するだけの資金というかそういうものを蓄えなくちゃならないのかなとは思ってますし、はい、それこそダムに追われてるような状態もあるので、はい、それから抜き出て、はい、本当に自分の好きなことだけやりたいというか、はい、僕私はその正殿さんしっかり拝んでるんで、はい、正殿さんしっかりもっと向き合ってっていうことの方がありますよ、はい、私も同じように。あ、まあ住職とか、まあ、立場とかそれで評価されるっていうか、そこに評価がしかない人はやっぱそこにこだわるんでしょうね、うん、私は別に住職辞めても有給保証ですし、それで落ちるわけではないですよね、うん、私個人としてはそういう肩書きとか、うん、そういうので生きてきたわけではないんで、うん、ある意味なしでもいけるっていうのが私の、うん、まあ、一応ということは肩書きをあまり重んじることはないと思うんですけども、はい、反対に誰かを評価するときに、はい、その方の、はい、どこの部分を評価の基準とされますか？やっぱ私は能力を見ますね、うん、だから人柄であんまり評価しないですね。極端に言うとまあ非人間的かもしれませんけど、うん、その人を評価するときにこの人はこういう能力があります、でこの人はこういうことはできませんみたいな評価をするんですよ。なるほど。ですので人柄がいいからとかいう評価はあまりしないですね。しないというか自分ではしてるんですけど、自分が例えば人柄とか評価されても私は全然嬉しくないですね。ああなるほど、割と人の能力を見るのは得意かもしれません。だからこの人はこういうのができる、この人はこういうのができるっていう評価はですね、それすごくあれですよね、はい、マネジメント力には大切なことですよね。ただ私もっと肝心なところが抜けてるんで。どこですか？いや一番肝心なのは人の見る目っていうのは、その人のいわゆる人柄っていうんですかね、それを見る目がほとんど欠けてますね。あ、そうなんですか？それ欠けてます。だから能力は見るんですけど、じゃあその人が動いてくれるかどうかを見るところが欠けてますんで、しばしば失敗するという。だから人から見たらあの人に頼んでも無理やのにというのを頼んだりするんですね。だから動いてくれるかどうかっていうのはまた別の話ですよね。普通の人って自分と付き合いがあって、その付き合いが濃かったりしたら評価高くする、はい、でちょっと合わなかったりしたら低くするっていう評価しますでしょ。うん、私は別にその付き合いがなくても、うん、この人はこういう能力があります、この人はこういう能力がありますっていう評価をするんで、うん、そこにその心情的なフィルターはかからないってこと？いや、かかってると思いますけど、比較的少なく 見ますね。いや、実はだから幸雄さんはすごくその、まあ、画面で見てる様子だとすごくなんかご自身でも作られてるっておっしゃってましたけど、なんかもっとセンス振り回してこういうふうに言ってるっていうことはちょっとな、説教じみてるようなところがあるのかなというふうに思ったんですけど、実はなんかそうじゃなくてすごくなんて言うんだろう、人間味があるというか、そういう印象をすごく受けました。
まだ。あ、そうですか。はい、だから本当になんかお会いして、はい、いろんなお話ができて結構共通点があるというか、はい、私と幸雄さんの共通点という点では外から入ってきて住職になったという点ですよね、はい、だからそれとご自身は考えてないと言いつつ結構自分の将来の先のビジョンというものを考えておられるんだなというふうに私は思いました。そうですね、最初にあの意外にこうスラッとされた方だなというあの動画の印象とちょっと違ってたんで、で意外に若い感じですね。 ありがとうございます、でもそんなに動画と違和感がある感じではないですよね。あ、それ以外はそうですかね、はい、やっぱあのライブとかでお話しされてるんで、拝見してますから、まあ、そういう風に感じるかもしれませんけど、はい、もうちょっとあのなんか経営にこうガチガチにあの寺院の運営というんですかね、それにもっとガチガチの人かなと思ったらそうでもないですね。なんかあの動画の感じからするとなんかガチガチ の, あのお寺の運営に当てはめようとするような試みをされてる方かなと思ったんですけど、そういう部分は意外にないんかなというふうに思いました。はい、そうですね、お寺をだからなんとか盛り上げたいというところから始まってきて、はい、後からその経営のことを取り入れてるので、はい、実際には多分そこまでガチガチっていうわけではないですけどね。はい、